三菱重工業三菱重工業長崎造船所長崎造船所本館地図三菱重工業長崎造船所は長崎県長崎市と諫早市にある三菱重工業の造船所工場正式名称は三菱重工業株式会社長崎造船所略称挑戦三菱重工業下関造船所三菱重工業神戸造船所とともに 三菱重工業の主力工場、造船所の一つ、長崎造船所のうち、小菅治む船場と、第三選挙、ジャイアントカンチレバークレーン、吸気型場、占い課近くのご資産が、世界遺産、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の構成資産となっている、長崎市中心部の明治日本の産業革命遺産配置図、 長崎造船所関係のご資産が含まれる。長崎県長崎市にある本工場、高屋木工場、幸町工場と諫早市の諫早工場からなる。大型客船や大型タンカー、LPG 船等の船舶のほか、発電プラント、環境保全設備、海水炭水化プラント等、多岐にわたる製品を製造している。本工場は1857年に、 日本初の感染修理工場、長崎碇鉄所として誕生し、江戸幕府から明治政府に管理が移った後、1887年、三菱に払い下げ、以後民営の造船所として、多数の艦船を建造した。戦艦武蔵を建造したことでも有名である。戦後、三菱重工は三社に分割されるなど、 経営母体は、右与曲折したが、本工場は賠償撤去指定工場を免れ、存続する。一時期は受注元え小型の漁船を、細々と建造するありさまであったが、1950年の朝鮮戦争前後よりその高い造船技術を強化され、以後オイルショック頃まで、大型タンカー受注が続いた。現在は、民間船舶の他海上自衛隊の護衛艦も多数、建造している。 1950年代には、五甲板の傾斜に特徴的な設計を持つ護衛艦を多く建造し、護衛艦におけるオランダ坂の名前の由来となった、三菱重工業長崎造船所あくら製艦工場、世界遺産とあるのは、明治日本の産業革命遺産の構成資産であることを示す。カテゴリー、三菱重工業長崎造船所が建造した船舶、 参照民間向け、編集海軍向け、編集民間向け、編集海上自衛隊向け、編集荒野技工場2015年7月23日、三菱重工業は長崎地区の工場再編計画を発表し、2017年度中に幸い町工場の全事業を閉鎖することとなった。これに関連して、三菱重工業は2017年1月、 幸い町工場の跡地活用に関して、長崎の町に、新しいライフスタイルと仕事を創出し、住む働く楽しむという3つの視点から、豊かな暮らしを実現する長崎駅北部の新拠点。長崎の歴史的背景や長崎らしさを活かしつつ、少子高齢化の時代においても、来訪者、住民を問わず、他世代が交流し、活気あふれる、持続可能なちづくりを先導する拠点という、 街づくりコンセプトを発表。このコンセプトに基づいて、幸町工場一帯の跡地活用策を公募することになった。この公募には、以下の企業グループが公募したことが報じられている。2018年4月26日、ジャパネットホールディングスとジョーンズ・ラングラサールグループ、竹中工務店の3社で結成された、ジャパネットホールディングスグループが、三菱重工業との間で、 幸町工場の跡地再開発業務の優先交渉権を獲得したことを発表した。ジャパネットが事業主となり、総合プロデュースを JLL グループが、スタジアムの設計を竹中がそれぞれ担当。2万3000人規模収容の球技専用スタジアムを、各に、スタジアムビューホテル、タワーマンション、オフィス、地域密着型の商業施設を配置する計画であるという。 総事業費は500億円を超える見通しで、ジャパネットが借り入れを含めて全額を拠出する予定という2023年の開業を目指すと報じられている。ありがとうございます。